睡美は一人ぼっちだった。それは強さゆえの孤独だった。なんか俺が知ってる睡美じゃない。満たされぬ欲求、退屈という名の渇きに、破壊の衝動。こんな顔して中身はやべえんだな。睡美は強者を求めさまよう。そこへそこへと。景色の深淵がより色濃く深みを増すたびに、睡美の心は高鳴る。さて、睡美のあらすじは以上だ。睡美はこの後どうなるか、みんななんとなく分かったが、全く分からん。お前ら最低だぜ。見ての通りプランク中だろうがよ。ただでさえ甲羅だけでも重いのに、これ以上負荷かけたらバルクアップしちゃう。俺のペースで肥大化させてくれ。分かってくれたら大きくヒレを上げるんだ。お願いします。見逃してください。プロテインの代わりに僕の卵あげるんで。最低だぜ。お前ら人間のエゴで俺はこんなとこにいるわけだよ。みんなこんにちは。お前たち最低だぜ。開幕からひでえ挨拶。どういう気持ちで周りは盛り上がってんのこれ。みんなウミガメの挨拶知ってんだな。嬉しいぜ。あ、でもちゃんと知らないやつ見つけたぞ。ガイドさん、前列から最後の列まで全員だ。知らねえやつの方がほとんどじゃねえかよ。そこの大きくハゲ上がったおじさん。なんだ、俺のことじゃないよな。いつからハゲちゃったんだ。髪はまだ俺サイドテール残ってるし、ハゲてないもんな。お前のことだぞ、落ち武者。髪にデリカシーなんか期待しちゃダメだったか。すごい傷ついてる。よし、落ち武者、俺が最低だぜって言ったら、両方のヒレを高く上げて、その通りですって元気に言ってほしいんだ。なんだその確認のやりとり。その掛け声で元気なくすだろ。最低変だぜ。掛け声ひどくなってない。睡美は一人ぼっちだった。それは頂点に君臨するがゆえの孤高であった。今の睡美の心境について答えなさい。睡美って淡水魚じゃないの。シャチ。食物連鎖のトップ、海のギャングを拳一つでねじ伏せた睡美は、もう睡美でもなければ魚でもないだろう。こいつ脆い。もろすぎる。そろそろこれ何見させられてるんですか。飽くなき欲求は落胆へと変化し、睡美の心は次第に虚無へと蝕まれていた。先生、魚のエラ呼吸って水陸両用なんですか。魚強え。広大な海をさまようこと幾年月が経過。睡美の眼前に突如それは現れた。睡美がそれを敵と認識するには時間を要さなかった。俺こいつ見たことあるぞ。ただを切り裂くような鋭い殺意、奥底が知れまがまがしいオーラの本流。くしくも両雄は互いに同じ構えだった。どっちもただの化け物だ。実は